ヨセンさん、えー、ちゃんですか私はね、ノ村ムラリュタロさんの言葉を借りようかと思います。この方は経営者なんですけども、昭和から平成にかけてその道を作った人ですね。あんまり知られてないと思いますけども、こんな言葉を残しています。えー、我40にして初めて迷い、50にしてますます迷い、60にして迷いを極め、70にして迷いを楽しみ、80にして迷いを悟り、 90にして迷いを終わり100にして迷わずということでございますまあ、昔ね40代を不惑って言って惑わぬ年というふうに名付けましたそれは当時の寿命が40歳ぐらいでもう今さらねどうやってもしょうがないというまあいわば 悟りとかか諦めのの境地だったのかもしれませんね40歳までたどり着いたああもうあと何年寿命は自分の寿命は残すところだろうかもうジタパタせずにこのままいこうというふうなことかもしれませんで今回ね野村隆太郎さんの言葉あ50にしてますます迷い40にして初めて迷いってところなんですけどもなんだかんだやってきたけどもあこういうことに結論が出ないで多くの人は困ってるんだそして自分は迷っているんだってことにやっと 目がが向くの例えて言えばですね山を登る時にある一定のところまで登らないと向こう側が見えないようなとこだと思うんですよで向こう側が見えないからこそ自分の力量を見誤ってですねよし順調にいってるなと思って登ったら向こうの方には見たこともないような景色とさらに高い山があっただからうわどれにしようかなどこの道に進もうかな今までの経験じゃ測れないよっていう感じで迷いってものを初めて知るんではなかろうかと思うんですよ で50歳にしてなますます迷うっていうのは40から10年間歩いてきてあれ悟りきったと思ったけど全然じゃないかどこまで行けば自分は迷わ,ぬ迷わぬようになるんだろうかっていうことなんですよねで60にして迷いを極めるつまりはどっちに行っても迷いしかないってことでね行き着いたわけなんですよそして70にして迷いを楽しめるようになってあれなんかおかしいな楽しいな分かんないぞ これはいいな、みたいな感じで迷うことに興味を持つ好奇心を持てるってことなのかなそして80歳にしてまあ迷いってのはこういうもんだよというふうに悟りきって90歳にしてもう迷うのはやめようと準備をしよう旅立ちの準備をということで100にして迷わずつまりもう迷いというね人生の道を手放すということなんでしょうかね人生100年時代人が悩む時間っていうのはますます増えたのかもしれませんね、えー、だったら迷いを楽しんでいきたいと思いますそれでは